こんにちは。今日も元気に便所飯、ゴミリンです。いや、今日はね、見てください。今日のランチ、これ。このね、天一のね、インスタントに加えて、このくたばのなんかちっちゃいコーヒーに、プラスでね、もうハムも買っちゃいましたよね、これ。めっちゃ豪華じゃない？もうちょっとテンション上がっちゃいますよ、もう。はい、今日は最近仕事のやる気が出なさすぎてやばいっていうね、話をしたいと思いますっていうかします。はい、まあ僕コロナの後遺症でちょっと体に限界が来てるんで、来年の1月でね、仕事を辞める予定なんですよ。で、まだ誰にもこのことはなんか相談したりとかはしてないんですけど、まあ会社をね、もう辞めるっていう決心がついてるんで、最近もうなんかマジでね、仕事のやる気が出ないんですよね。もうなんかどうせ辞めるし、なんか今この仕事を頑張ったところで、ね、別に短期的にそんな給料が上がるわけでもないし、まあ業績がね、自分の売り上げが上がって、ね、上司から褒められても別にそんな嬉しくないしとかで、マジでね、ちょっと仕事のやる気が出ないんですよね。で、僕の会社そもそもベンチャー企業なんで、新卒で入社してくる社員の数が結構少ないんですよ。で、だからこそ、新卒で入ってくる人は結構、長期的な人材育成をしてて、まあ結構大事にね、教育を受けるんですよね。研修とか。だから、会社としても新卒で入ってきた人は、まあ将来的には、役員とか、結構上のポジションに当てたいみたいな考えがあるらしくて、それで結構ね、新卒の社員は、定期的に役員と1対1でこう、セッションをしたりとか、まあ、今後のビジョンみたいな。まあ、今後、なんか、仕事でどういう風になっていきたいのみたいな打ち合わせとかをね、まあ、よくするんですよ。で、今日もなんかそれがあって、なんか、まあ、上司と一対一でね、なんか話して、ゴミ人間さんは、なんか、今後なんか仕事でどういう風になっていきたいのみたいなこと言われて。でも、正直さ、仕事辞める予定やからさ、そんななんかもう、ビジョンとかないしさ。いやー、ちょっとな、正直ちょっと今のところあんま具体的じゃないですね、とか言って。そしたらね、ゴミ人間さんは、じゃあなんか、やりがいとか、なんかどういう時に、仕事やってて楽しいなとか、達成感とか感じますかとか言われて。まあなんか、顧客に貢献できた時ですかね、とか言って、まあ、適当に話してるんやけど、もうなんかそんなんね、仕事辞める予定やからさ、マジどうでもいいしさ、ね。でもそんなこと言えんからなんか気まずいなとか思いながらね、まあ仕事してるわけですよ。で、本当に最近ね、もう辞めるって決めてるんで、結構、なんていうかな、まあ、業務を適当にやってるわけではなくて、まあ、もちろんその一日の、その、営業、まあ、電話をかけなきゃいけない数のノルマとかがあるんで、まあ、ノルマはちゃんと達成してるし、その、やれって言われたことはちゃんとこなしてるんだけど、その、なんていうかな、もう日々の業務に全く工夫とかをせずに、ただやってるだけなんですよね。まあ、僕の会社ベンチャーなんで、結構生産性とかを求められるんで、例えば、ただ電話をするだけの業務でも、トライアンドエラーで、最初の導入の文言、例えば電話かけた時に、こういう言い回しをすれば、顧客とうまく話せるよね、みたいな。そういうなんか日々のトライアンドエラーをすごい重要視されるような社風があるんですけど、もう最近はマジでその、日々の業務における工夫とかもね、しなくなってて、で、多分、そういうなんかもう態度とかがね、まあ上司の目にも入ってるのか知らんけど、それで最近結構上司からもなんか、ゴミ人間くん、なんかやる気ないんじゃないかなとか、なんか、何考えて仕事してるんとか、結構言われるんすよね。だからなんか、まあ、自分自身でも、なんかやる気出ないなって思ってるのはもちろんのこと、なんか上司から見ても、結構もう、やる気ないように見えてるらしいんで、まあなんかいよいよ、やばいなっていう風に感じてます。はい。なんか仕事辞めるときってどういう風にすればいいんですかね。なんか俺このまま行ったらね、このまま1月まで行って急に仕事パッて辞めたら、なんか絶対今の職場との関係性が最悪のまま終わることになりそうなよね。人間関係とかさ、なんか普通に上司とか同期とかから恨まれたまま会社を辞めることになりそうやから、まあね、別に会社の人間が嫌いなわけではないから、できるだけね
円満に退社したいとは思ってるんですけど、じゃあ円満に、離職したいとは思ってるんですけど、どうすればいいんですかね。まあ僕はちょっと転職とかする気もなくて、まあ会社辞めてニートになろうと思ってるんですけど、まあもしちょっと、会社辞めてニートになった人とかで、おすすめのね、会社の辞め方とか、こう円滑な辞め方みたいなのがあったら、ちょっとコメントで教えていただきたいです。はい。まあでもあれもこれもね、全部コロナの後遺症のせいでこんなことになったんで、普通に死にたいですね。もう僕はコロナの後遺症のせいで、まともにね、働くこともまともに生きていくこともできない体になってしまいました。死にたい。マンコー！はい。じゃあ、午後からの業務も頑張ります。以上、さよなら。